京阪線軽電車、京阪線軽電車、京阪線軽電車は、京阪電気鉄道が1977年、昭和52年に導入した通勤軽電車である。京阪線の河川電圧 1500V への昇圧が決定した1974年、昭和49年以降、在籍する各形式に対しては、各種昇圧対応改造が施行された。ただし、 すりかけ駆動車に関しては、昇圧を機に全廃する計画であり、対応改造の試行対象外とされていた。700系2台も、従来車の機器を流用して申請されたすりかけ駆動車であったことから、昇圧対応改造の対象外とされた。しかし、同系列は、車体申請から経年が浅く車体の状態も良好であり、かつ冷房改造にも、 車体強度が問題がなかったことから、同系列の車体を流用して、申請した機器と組み合わせ、冷房化改造の上で、昇圧後も継続使用する方針が決定した。同系列44両中42両が対象となり、1977年、昭和52年から翌1978年、昭和53年にかけて7両編成6本が誕生したものが、本系列である。 改造に際しては700系2台を廃車扱いとし、本系列を申請名義で認可申請したことから、書類上の扱いだけでなく、社内名板にも昭和52年または53年川崎重工業と記されている。ただし、社外名板は1967年昭和42年から1970年昭和45年にかけて700系2台として、春行した。 当時のものがそのまま現存しており、羊をたどることが可能である。なお、700系2台は1000型、1100型、1500型、いずれも2台を主な主社として申請されたものであり、本系列への改造に伴って、再び1000番台の形式称号を称することとなった。基本的に700系2台当時の仕様から大きな変更点はない。すなわち、 裾絞りのない車体、二連ユニット窓で構成された、側窓配置、た系列における、両回比よりも100ミリメートル、狭い1200ミ、mm、リメートル幅の、両開客用扉、扉枠いっぱいに広げられた大型の客用、扉窓といった、600系、2台で確立された、機器流用、車体申請者固有の特徴を有する。本系列への改造に際しては、 外観上の変更点は、全面貫通ホロ、ホロ枠の撤去や、全面貫通とビラ部へ行き先、種別表示幕の新設、全消灯のシールドビーム化程度に止まる。ただし、車内天井部は冷房装置搭載に伴って一新され、機器流用、車体申請者の特徴である、大天井の中央に一列配置で設置されていた、照明、蛍光灯が、 た系列同様に左右2列に分散して配置される形に変更された。車内補助送風機はラインデリアと軽半独特の回転グリルを併用した形態が取られており5000系に始まる新生冷房車の標準仕様を通している。ただしラインデリアの見つけは他形式とは異なっている。その他壁面デコライターや座席モケット等は700系2台当時と変化はない。 変更点の少なかった車体周りとは、対照的に主要機器は本系列への改造に際して完全に一新された。HC4M 制御方式の東洋電気製造製、アッコットフ H4155 から 589A を各電動車に搭載した。昇圧対応を容易とするため、単車昇圧方式を前提に設計された制御機であり、 河川電圧6 0 0ト時においては、主電動機2機を1群として、各6 0 0ト、主電動機1機あたり3 0 0トを因果し、同線5 0 0ト時においては、決線を変更して、主電動機4機に、各 375V を因果する設計となっている。制御段数は、直列20段弱め回、14段、発電制動24段の計24段であり、 直並列切り替え制御は行わない。なお、本系列においては、放熱効率を向上させた波型抵抗体を採用した新型抵抗器を搭載したが、危機器流用、車体申請者出自の本系列は、床部分の構造が他のカルダン駆動車各系列とは異なり、軽量化を重視した設計に禁して断熱性能が劣っていたことから、床温度の上昇が問題となった。 加えて、駅停車時における、抵抗機からの放熱による影響も多大であった、ことから、抵抗機裏側に強制送風機を追加して、対処を行った。東洋電気製造製 TDK-8120A1 直巻清流子電動機を、電動車1両あたり4機搭載する。同種電動機は5000系で採用された TDK-8120A とほぼ、 同一機種であり、河川電圧 600V 時、端子電圧 300V 時の定格出力は 130kW、1500V 昇圧後、端子電圧 375V 時の定格出力は 155kW である。歯車比は84、16と5000系3次車以降に、順じており、2200系、2400系と比較して、 中高速域の性能に余裕を持たせた設計となっている。パンタグラフは冷房装置搭載に伴い従来の PT-42 軽量系パンタグラフから PT-4805AM 下枠、交差系パンタグラフに換装された。合わせて制御電動車1000型1050型については搭載位置を運転台よりら連結目によりへ移設している。電動車が 川崎重工業製エコノミカル式 KS-77A を、付随者が、住友金属工業、現、新日鉄住金製が和枠干渉ゴム式 FS399 を装着し、いずれも、インダイレクトマウント方式の空気バネ台車である。KS-77AFS399。 も5000系において採用された k s 7 6 f s 3 9 9 a と同等機種である。5000系において採用実績を有する発電制動併用全電機指令式空気ブレーキ HRD-1D を採用し応答性の向上が図られた。また、踏みずらブレーキは片押し式である。冷房装置は東芝製プー -2205。 英周薬分散型冷房機、冷却能力 8000kcalH ロロを1両あたり4機搭載する。電動発電機は、東洋電気製造製 TDK-3750B、出力1 4 9区場を、付随車1500型に、電動空気圧縮機は、HB-1500B、都質量1590リットル、瓶を、付随車1500型1600型に、 1> 各一機ずつ搭載した。1983年、昭和58年12月4日に実施された、河川電圧 1500V 小圧に際しては、落成当初より、小圧対策が盛り込まれた、本系列は、主電動機等の結線変更といった、小改造を施行したのみで、ほぼそのままの状態で、継続運用された。1990年、 平成2年4月から同年9月にかけて国際下と緑の博覧会通称花の万博が大阪鶴見緑地において開催された。京阪では花の万博に協賛して同万博のテーマに沿った白をベースとした特別塗装装飾が施された三編成の特別編成を運行したが本系列からは1001編成が花号として 赤色の波状ラインをあしらった特別塗装となり、1989年、平成元年3月17日から1990年、平成2年9月26日にかけて運行された。1990年代に至り、車体の申請から25年弱を経過し各部の補修が必要となったことから、2400系に次いで、車体改修工事と称する更新修繕工事が、 全編成を対象に1991年、平成3年より施行された。同時に、2200系以来の流儀に則っ,って、制御方式の 1C8M 化並びに、境時点レ例ジ制御化、改正制度化が実施されたが、それに伴って一部車両の編成位置変更並びに、車種変更が行われた。以下に編成改善後それぞれの編成を示す。す,すなわち、 制御電動車線型の電装解除を行い、同車から取り外された台車、主電動機を MGCP を搭載する付随車1500型へ転用して電動車化し、それぞれを制御車1500型、中間電動車1200型解消、解版した。また、中間電動車1100型、1200型が 1C8、M ユニット化されることに伴って、 CB のみを搭載する付随車1600型の編成位置が大阪より2両目から編成中間4両目に変更となった。1C8M 制御下に伴って中間電動車1100型に搭載する制御機を東洋電気製造製アクフ H8155 から 790C に換装し、前述のように制御方式の境、 自転化レージ制御化並びに改正制度化が行われている。また、常用制度を改正制度を優先とし、制度装置が空気制度を送れ米機構を有するハードマイナス1へ変更となった。また、更新時期を迎えていたプーマイナス 2205A 冷房装置を6000系の冷房装置出力増強に伴って取り外された。 三菱電気製 CU-197、冷却能力1 5 0 0カロリー、h に乾燥した。なお、CU-197 は、外形寸法が V-2205A よりも大きく、構え対策の大改造を要する取り付け位置変更は行わなかったことから、各社、大阪寄りの冷房装置カバーが、車端部よりわずかにはみ出た状態で再されている。 車体関連では、先頭車の台枠を 100mm 延長し、乗務員室拡幅並びに、全面デザインの全面変更が施行された。全面中央部に貫通扉を備える3枚窓構造という点こそ、更新以前と変わりないが、左右窓の大型化、2400系更新車で採用された貫通扉の外開き構造化並びに、 貫通扉の行き先種別表示幕一体型大型ガラス窓化が実施され、その他前消灯 1900KMC1914 と同一形状の角型シールドームに標識灯を 8000K に類似したステンレス製飾り枠付け LED 式のものにそれぞれ変更し、更新以前の原型はほぼ一掃された。細部ではワイパーの電動化並びに全面右側層下部へ、 京阪の頭文字形をかたどったエンブレムの取り付けが実施されている。対して、側面見付けは大きな変化は見られないが、外反創張り替えに際して、大枠との接合部分が重ね溶接から突合性溶接に変更されたことによって、車体裾部にわずかな段差が生じている。また、側窓下段が固定されて、上段加工、下段固定式に改められたほか、 側面行き先種別表示窓部のガラス固定指示方式が H ゴム式から金属枠固定式に変更された。内装は2400系と同様6000系に準じた暖色系のカラースキームに改められ、壁面デコライターはアイボリー系、座席モケットは緑系、床面ロンリウムはブラウン系とされている。その他、と平予告ブザーや、 客用扉回時の自動放送装置が設置され、ドアエンジンも静音式のものに交換されたほか、後期に車体改修工事を施行された3編成、1501.15021503編成につては、車椅子スペースが新設された。このように原型から大幅な改造を2度にわたって受けたことで、元は吊り掛け駆動からのカルダン駆動改造車は、 他社ではその多くが様々な理由から廃車に追い込まれたのに対し、統計列は現在もなお現役であり続けている。2006年、平成18年以降に検査出場した編成は、優先座席のモケットに絵柄が追加されたほか、2007年、平成19年頃より、連結面の貫通路つま引き戸における、開閉用グリップが極太形状のものに交換出た。 その後2008年度より新 CI ロゴの調布が実施されたほか、2012年度までに車体塗装の変更が順次実施されることとなった。2008年、平成20年10月20日に検査出場した1505、編成が新塗装化され後、2010年、平成22年4月17日には1504、編成が新塗装化されて出場し、2011年、 平成23年11月現在、1502から1505編成の k 4編成が新塗装化された。本系列を含む計半線車両は2013年5月までに新塗装への変更を完了している。また、2009年、平成21年5月に検査出場した1501編成以降、防護列車無線機、無線列板設定機が順次取り付けられた。 その他、中野島線開業前日の2008年、平成20年10月18日に、1503、編成が、出町柳発天馬協業の天馬橋、到着最終列車に重当され、天馬協業を表示した、黄色ジグロ文字の特性行き先表示板を、先頭車の前左側に掲出して運行された。同列車の列車番号が、9503t であったことから、1503。 編成を充当するという演出がなされたものであった。2017年4月以降、1504回を皮切りに、全消灯の LED 化が進められている。また、タブレットを用いた自動放送に対応する編成も現れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。